こんにちは。今日は以前アップした動画で紹介したデータに誤りがあり、そのデータが修正されましたのでお知らせいたします。誤った数値のデータはこちらのデータです。こちらのデータは 1-03 不妊治療はお金がかかるという動画で紹介したデータになります。その動画の URL は概要欄へ貼っておきます。そして訂正されたデータがこちらになります。わかりやすいように赤で囲みました。この部分が以前は 2.1 という値でしたが、5.2 に修正されました。こちらのデータの URL も概要欄へ貼っておきます。こちらのデータは、私が数値の違いを発見し、厚生労働省とこのデータを調査した野村総合研究所へ問い合わせをしました。問い合わせの結果、数値の間違いが発見され、訂正をしていただきました。訂正前は、やはり不妊治療の内容が高度になり、高額になるにつれて、周期は短くなるのだなぁと思っておりました。しかし実際にはこちらのデータになります。人工授精の 3.72 周期に比べ、顕微授精の 5.19 周期は値が増えております。これは以前の動画でお話ししましたが、不妊治療のやめ時の難しさを表していると思います。最後のチャンスである顕微授精はできるまでやめられない夫婦が多いので、人工授精よりも長い平均周期になっているのではないでしょうか。顕微授精は現在のところ不妊治療の最後の砦になります。高額になりますが皆さん諦めずに実施周期が長くなっているのではないでしょうか。そんなわけで今回は以前アップしたデータに修正があったためこちらの動画をアップしました。それではまた。